ありがとう。こんばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々お疲れ様です。こんばんは。ちょっと待って、寒い。エアコン温度上げるわ。下げたの、ちょっと下げすぎた。よいしょ。よいしょ。ほっ、お疲れ様。このお洋服は一回握手会行ってきて、あとまあ TikTok 撮ったりもしたお洋服ですね。可愛いお洋服でございますよ。はい。そう、久々の出番でございます。ギフトありがとう。はい、ということで星二集約が始まりました。うん、初見さんこんばんは、ありがとう。ね、先ほどはめちゃくちゃ追いかける配信で、結構差を縮めることができました。うん、ありがとう。ツイート、ツイートしたよね。してる。うん。あ、レインボースターありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そうね、このあとあと3枠ということで、だいたい2時間おきぐらいのペースで、15分ずつぐらい、15分、16分、20分で配信させていただきます。どうすれば星を投げれる？ね、右下にね、多分右下に多分右下にお星様があって、それをね連続でパパパって投げると星投げれます。あら、初見さん、初見さん、レインボースターありがとうございます。嬉しい、ありがとう。いや、嬉しいな。レインボースターを投げてくださるの、 SMS 認証はお済みですか？電話番号認証してないとね、そう、反映されないから一度確認ください。そして福赤はダメ、絶対福赤は絶対ダメだよ。改めて注意喚起じゃないですけど、減算されてしまうのでダメだよっていうね。ありがとう、ギフトや星などなどありがとうございます。そうだね、ちょうど夜ご飯を食べてちょっと眠くなってきちゃう時間だから、結局朝買ったカフェラテは飲んでないです。あ、くまたわありがとうございます。各所ありがとうございます。くまじゅうれん、ありがとう、ありがとう。
もう全員にお礼がしたい。よいしょ。だるまもありがとうね。だるま10連もね。もうだからもうなんか一番最後の時にはみんなにお礼が言えるようにできたらいいなっていうふうに思ってる。うん、ありがとう、ギフトたくさんありがとう。本当にマジで長い。そうだね、もう2周目解除されてますね。よろしくお願いします。そうだね、有料ギフトはなんかゴールドの分をチャージしなきゃいけないらしいんだけど、無理しないでね。あの詳しい方がいっぱいいらっしゃるから、なんかそのいろいろあるらしい、なんかまとめてどうこうがいいとかなんかいろいろあるらしいので、ちょっと有識者有識者うんまあネットとかで検索すれば出てくると思うんだけど、やり方とかはね無理はしないでください。みんな、あ、めちゃくちゃだるまありがとうございます。すごい、4位まであと15万。さっき20万ぐらいになってたからね、配信してるって言ってたから、追いかける形になるかなって思ったけど、ちゃんと追いかけてる、みんなが頑張ってくださってるからだ。すごい、ありがとうございます。ちゃんと詰まってきてるね。いやー嬉しい、ありがとう。すごい、レインボースターの功績が大きすぎるな。ありがとう、ありがとう。今日で3日目終わりか。明日の途中で、明日の夕方ぐらいで折り返しかな。ありがとう、めちゃくちゃありがとう。ギフト欲しい。今何分だ、あと5分かな、あと4分半です。次の枠は9時39分からですね。タイムスケジュールをじゃあ このインターバルの間に確定させよう。タイムスケジュールは今日と似たような感じにしようかなっていうふうに思ってるで、あ、2週完了ね、ありがとうございますね。いや、みんなの
一つ一つの星のおかげもありますね、やっぱり。ありがとう。ギフトもそうだし、全部そうですね。みんなのカウントとかも、塵も積もれば山となる、いや塵も積もれば山となっておりますね。あー、しっかり食らいついてる。で、朝5時15分に捨て星とカウント用の枠を作るか作らないかを悩んでるんだよね、今。3周は6時がいいと思うのよ。でも5時のカウントを逃してしまうから、カウント枠を作ろうかな。ちょっと後ろをずらすことになるんだけど、3週前の捨て星用の3分そうしようかなって今は思ってます。そうだね。後ろに、ちょっと後ろに持っていけるかどうか見ながら、どうだろう。捨て星の時間によるな。カウントの枠の立て方もそうだけど、ちょっと考えてみます。ということで、残り1分なので、ありがとう。12時台はやる、3週の分をねやれるようにしますので、よろしくお願いいたします。団長読みます。13位トシさん、12位ひよりげたさん、11位トーゴさん、10位まるちゃんさん、9位トールさん、8位ネモホモルモンさん、7位後藤氏さん、6位ニルスさん、5位昔からおじんさん、4位鈴人さん、3位あきくんさん、2位突破球さん、1位ひろしさん、ありがとうございます。ありがとう、ギフトありがとう、ありがとうございます。またね、じゃあね、お疲れ。またじゃあ次の枠でお会いしましょう。9時39分。